Rio. Hi. It's been a while since your last top 10 on the PGA Tour. How special is it to be back up in the top 10? 久しぶりのトップ10フィニッシュということですが、今のお気持ちを聞かせてください。そうですね、最終的な順位はちょっとわからないんですけど、やっぱり4位以内とか、2位か3位か4位かちょっとまだわからないですけど、トップ10には入れそうなので、非常に、日本で開催されている PGA ツアーということで、やはり雰囲気がすごく本当に日本でプレーしてるなっていうのを、安心感というかすごく感じましたし、やっぱそこはすごく後押しになってるんじゃないかなと思います。はい。So I'm really happy to finish in the top 10 overall. I think I'm somewhere between second to fourth, but I'm definitely in the top 10. So I'm really, really pleased about that. It's been great to play in a PGA event here in Japan. The atmosphere was amazing. I really felt really safe playing in front of the Japanese fans. So I'm really pleased. Do you have a lot of pride knowing that not only you, but two other Japanese players are in the top 10 at a PGA Tour event in your home country?今回石川選手含め合計3名の日本人選手がトップ10にで終わったんですけれども、そのような日本でこのような大会でこの3人もトップ10に入れたという誇りというものはありますか？そうですね、やはり僕自身、ここ5年ぐらいですかね、日本のツアーで続けてずっとプレーをしてて、今までで一番その20代前半の選手たちの勢いがありますし、20代前半の選手たちの層が厚くなりました、レベルも高くなりましたし、僕は本当日本の男子ゴルフのレベルは本当に今高いと思っているので、この限られた1週間の中でそれやっぱ証明しろって言われてもすごく難しいことなのかもしれないんですけど、でも本当に自分がその肌で感じていること、やっぱみんな今の若い選手めちゃくちゃこう強い選手が揃ってるなっていうところは、よりそれがもうそのなんていうんですかね、自分の感覚ではなくて結構その現実的な、なんていうんですかね、その本当にそうなのかもしれないなっていう、すごくいいニュースだなと思いますね。So I've been playing back in the Japan Tour for about the past 5 years, and recently I've really noticed the momentum that the early players who are in their early 20s have really had, which is great. Our league is very competitive at the moment, especially amongst the youngsters. So instead of feeling like it's more like an achievement or something, I feel like it's more a reality. It's becoming real as the days go on.Do you have dreams or goals to play on the PGA Tour full time? 今後 PGA の、でフル出場するっていう、目標というのはありますか？はい、常に、それを持ってますし、自分自身のやっぱレベルをどんどん上げていって、その PGA ツアーの舞台で、プレーができるっていう、そういった自分を作り上げていこうということで、この4、5年間ですかね、アメリカから戻ってきてから結構作り直しているっていうところがあって、そうですね、その遅すぎるっていうことがないということを信じてます。はい。Yes, I'm always hoping to get back on the PGA Tour. It's been about 5 years since I've been back, but I've always been trying to rebuild myself so that I can go back to the PGA and just really feel like it's never too late to achieve that. So I'm always working hard for it. And my last question is, this finish qualifies you for the Worldwide Technology in Mexico. Do you have plans to go play after next week? Yeah, definitely. Yeah. Perfect. Hi. Awesome. Thank you. Thank you. Thank you. Good for me, yeah.All right, thank you. Thank you. はい。10は3番ウッドでフェアウェイに、多分カート道に当たったんですけど、池越えたカート道に当たってフェアウェイに行って、90ヤードから
57度で2メートルぐらいで、11番は11番12番も言った方がいいですか。ありがとうございます。14番がドライバーでフェアウェイ行って、セカンドが270を3番ウッドで右手前のラフで、そこから15ヤードを60度でラフから、1メートルぐらいですかね。で15番がドライバーで右のバンカーに入って、145ヤード8番アイアンで、右6メートルぐらいですかね。で16は7番アイアンで右15メートルぐらいですかね。18番は、セカンド3番ウッドで、ティーショットドライバーでセカンド3番ウッドで左の林入って、そこからピンまで40ヤードを60度で3メートルくらいですかね、手前。はい、林からっていうのは結構、ね、ちゃんと林っていうか、そうですね、でもまあピンまで40ヤードくらいだったんで、本当ギャラリーの中です。あー、はい、あのリーダーボード、あの液晶のボードの真下ぐらいですね。はい、じゃあもうアングルとしては全然、アングルとしては、はい、ギリギリ大丈夫で、でそのグリーン乗ってすぐぐらいのところに落として10ヤードぐらい転がって、手前3メートル、3.5メートルぐらいに乗った感じですかね。はい、ないわ、はい、問題なかったです。生まれてるところってことですね。はい、ちょっとやっぱ上りを残すイメージではやってる。そうですね、あの、まあ、手前でも手前に外すと、まあ、また砲台のアプローチ残っちゃうんで、そのうまくコンタクトできてフェースにこう、まあ、乗った時にはちょっとオーバーしてもしょうがないなっていう感じで、打って、まあ、結局フェースに乗らなくて、だいぶまあラフを噛んだんで球がこうポンって上に上がったんで、その分止まなくて手前に止まったって感じです。はい、8番のスーパーショットでバーディー取って、その時に2打差、トップと2打差っていうのが1位だったんですけども、はい、そこ辺でのこう意識というか、まあ、そうですね、ただみんな3人が同じスコアだったんですよ、はい、僕らの組なので、結構自分たちの組はいいんじゃないかなっていう、うん、みんないいゴルフしてるなっていうのが正直あったので、このままの感じでみんなでこういいプレーできたら、自分も変な緊張とかはせずにって思ってたんですけど、まあ、自分から最初に崩れたっていうところがあってもうそれどころじゃないっていう感じでしたね。はい、JJ がまあめちゃくちゃいいところまで行ってる感じは正直ありましたね。でもまあ途中でコリンのスコア見た時に、やっぱさすがだなっていうところは正直思ったんで、やっぱ昨日のゴルフで本当に、まあ、アンプレーがなくて、うん、スリーパットがなくてっていうことを今日もやってるんだろうなっていう感じに思ってました。はい、15番はバーディーパット打つ前に結構 JJ レスポンス選手がトラブルで、今日集中力を保つのが難しいのかな、そこをしっかり決めれたっていう。そうですね、やっぱ13、まあ、12番11、12でやっぱかなりバタバタしてしまって、13番を本当にまあ冷静にしっかりプレーするのに必死で、でも13番1ホールで結構なんか自分が落ち着いた感じがあって、14番のティーショットで、まあ、今週1ぐらい あのいいスイングができたなっていうところで、なんか体の緊張が、まあ、逆に変なネガティブな方に行ってなくて、まあ、自分でこう結構スコアを出そうとかこれ以上崩したくないみたいな変な欲ではなくて、まあ、自分のゴルフをしっかりしようっていうところにまあ結構割り切っていけたので、そこでまあいいバーディー取れて、で15番もバンカーから乗せることができたので、一旦まあ冷静になりたいなと思ってこういたので、まあ時間的には結構欲しかったっていう感じで、はい、逆に良かったです。はい、11、12、特に12なんかまあさっきもおっしゃったダメージが来る場面だったと思うんですけど、そこの立て直しではないですけど、自分に対してどういう風に向き合うというか、はい、そうですね、本当にまあ久しぶりに頭に血が上ったんですけど、なんかは自分が
なんていうんですかね、例えばやっぱセカンドショット両方とも11、12って、まあ、ラフでめちゃくちゃ沈んでって今週の中でワースト1、2ぐらいのライだったんですね。でその時点であのショットがこのラインになるかっていう、やっぱそのちょっと自分がコントロールできないことに対してのこうイライラもイライラしてしまってて、でもまあセカンドを例えば無理やりグリーンのそばまで運ぼうとしてさらにトラブルを招くっていうことは自分でそこはまあストップできたんですけど、やっぱ11番で105ヤードから、パー取れなくて、でもまあ11も12もやっぱ厳しいピンだったんで、やっぱ3打目いくら105ヤードでも、まあ、両方とも105ヤードだったんですけど11、12、やっぱかなり厳しいピンだったので、それをやっぱここはパー取りたいっていう思いが12番であって、まあ、自分の105ヤードの52度の技術にかけようと思ったら、まあ、それががっつり裏目に出て、奥のラフに行ってしまったって感じで、いやこれをやっぱりやりたくないなっていうのをやってしまいましたし、やっぱそうなるとこうなんていうんですかね、やっぱセカンドで無理しなかったのに3打目で無理するっていうことを、まあ、自分で選択をしたので、まあ、完全に自分の責任だなというか、まあ、自分が悪いなっていうことで、落とし込みましたね自分の中に。はい、そうですね、やっぱセカンドを刻んで無理をしてない時点で、まあ、自分の中では OK 無理してないと、その冷静にできたってやっぱ思ってたんですけど、やっぱ3打目でやっぱ取りたいなっていう思いがやっぱ出てしまって、105ヤードっていうところでいいのを2つ続ければ2打で上がることも可能だっていう思いもありましたし、ただやっぱそれがやっぱ厳しいピンポジションに対してっていうところで、そこでやっぱリスクを負ってしまったっていうところですね。だからそれが自分の落ち度だなっていうふうに思ったんで、まあ、それを自分で認識できてからは、あ、自分が悪いやってなって、もうここからは気をつけようと思ったんですけど、まあ、17でやっぱりいい流れで来てたし、まあ、完璧なティーショット打ったんですけど、あそこでやっぱ右に、外してしまってボギーにしたっていうところで、今かなり落ち着いてる自分がいます、はい、もうそれであれがなかったら、まあ、もう少しテンション高かったなと思うんですけど、はい、最後まで順位っていうのはこう欲を出さずにいけたって感じですか。そうですね、あ、まさかこんなに正直、上位で耐えてるとは思わなかったので、自分に対してのやっぱ自分の評価というか、そこがやっぱり今日は点数としてやっぱり低いので、だからまあ順位がこれだからといって、これでいいんだとは正直思いたくないなっていうところが正直なところですかね。はい、でもまあ本当にその2打、17番と12番の17番のセカンドと12番の3打目の2打だけだったんで、まあ、それでまあ2打失ったなっていうだけなんで、それ以外は100点だったんですよね。やっぱショットは1週間で一番良かったんで、なので、本当は4日間で一番いいラウンドなんですけど、やっぱ自分のそのジャッジをちょっとやっぱミスしてしまったところがあって、やっぱそういうのを減らしていきたいなと思ってたので、やっぱそこが自分では気になってしまうなっていうところですね。はい、18のセカンドはスライスかけようとして、そうですね、2回右に落としているのが両方とも右からドローで狙おうとして右にすっぽ抜けてるんで、それをまあ回避するために左に思いっきり出して右に行かないフェードで、狙いました。はい、フィールドはちょっと全然違うんですけど、まあ、先週2位で、まあ、今週もすごくいい順位で終わりましたけど、その辺に関してはご自身としては手応えとかそういうのを抱いてたりしますか。そうですね、まあ、冷静にしっかり振り返ってみると、すごく
いいゴルフはできていると思いますし、とにかくやっぱ自分を高めていくっていうことに、まあ、必死に、まあ、やってて必死に向き合ってるので、まあ、それは本当これからも何も変わりませんし、本当まだまだ自分自身うまくはなれると思ってるので、とにかくまあこれをこう、まあ、数年間まあ、なんていうんですかね、まあ、辛抱というか、まあ、忍耐も時には必要だと思うんですけど、まあ、続けていくっていうことが、これから の課題かなというふうには思います。まあ、せっかくここまで続けてこれてるんで、はい、では以上でこちらで終了とさせていただきます。何ですか、いいですよ。じゃあちょっと場所だけすいません。